どうも、金子と申します。マリサです。ポケモンレンジャーやってくよ。パート4だな。前回ラストは教授を元いた場所に返してこいってミッションだったね。教授は捨て猫かなんかか？プレイ時間はまさにパート3つわかって時間だな。前回1時間撮影したのにね。実は、前回動画切ってからバックアップを忘れてて、前回ラストまで前日に持って行ってた。まためんどくさいことを。前も似たようなことしたよな。ゼルダの伝説でやったね。ただ今回は、そこまで戻されなかったから、戻し作業自体はそんなに大変じゃなかったよ。今回はワレンダで飛ばしてたからね。どこから痩せ直してたんだ？一番初めのマイナンが足にくっついて飛んでいくところから。マジで最初からじゃん。たまにやらない？自分の操作ミスで一気にやり直しになること。わしを老人だと思わないでくれ。気遣いは無用じゃどんどん歩いていこう。戻し作業は面倒じゃなかったのか？そこまで進めてなかったから大変じゃなかったよ。それと、基本戦闘シーンはイベントを置いてできるだけカットしていこうかな。イベントシーンは別でか？うん。おっと忘れるところじゃった。わしから銀子くんに教えてやってくれと早手に頼まれたことがある。ポケアシストについてじゃ。ポケアシストとはキャプチャするときにポケモンの力を借りることじゃ。ここの説明は結構使うから出しておこうかな。まず右下にあるアイコンをクリック。タッチペンが DS の頃のやつ。初期の頃の DS だよね。あのタッチペン小さくて持ちにくかったのをよく覚えてる。私自身は B スライトだったから使う機会はなかったけど、みんな指で押してた。まあ、いちいち出して使うよりは早いしな。あと、あのタッチペンよくなくす子供たちが続出してたよね。一つはポケモンが直接技をアシストしてくれる。もう一つはキャプチャラインをパワーアップしてくれる。まだつぼみのキャプチャラインの説明だね。特殊能力は攻略に重要なスキルだからガンガン使っていくよ。そういえば DS 壊したことってあるのか？ D スライトは一回だけ首が折れて壊れたことがあるよ。あの時は、泣いたね。首が折れるで有名ではあったよな。結構首折れてる人いたと思うよ。一番印象的だったのは、折れた首をガムテープでくっつけてる子いた。親御さんたちの努力の結晶だな。ああいうのは正直修理に出すのが一番早いね。他になんか応急処置的なことしてる DS あったか？初期の DS を折れたまんま使ってるのはいたね。折れたまんま。上画面を机に乗せて、ちょうどいい位置で見ると画面がついてたね。もう使いにくいところじゃないな。これでポケモンアシストの説明はおしまいじゃ。念のためにもう一度説明しようか？いらないかな。忘れたらまたこの動画見ればいいからね。ポケモンアシストはレンジャークラスが上がれば使える種類が増える。これは大事だな。まあ、これもやってるうちに身につくから大丈夫でしょ。DS でよくあったのが夢中になりすぎてタッチ画面擦りすぎたことかな。ライラの森にはポケモンが多いでしょ？昔からレンジャーたちがここの自然をしっかり守っているからなのよ。お、水五郎か。教授どうした？グッドタイミングじゃ。水五郎の他の役割ってことかな？さっきのまだつぼみでやった玉タイプの戦い方みたいな。まあ、水タイプのラインだといまいちよくわからないもんね。この辺までがチュートリアルみたいなものだね。まあここまでは機能説明だから見ておこうかな。ポケモンの世界って結構怖いよね。なんかあったっけ？この世の中卵ってポケモンの卵ってことじゃん。あ、いや、無精卵かもしれないだろ。まず無精卵って概念があるのかな？だって、無精卵以前にほぼ全てのポケモンが卵から生まれるからね。あれたまに気になるんだけど、ポケモンの卵って君の色って何色なんだろう？生まれてくるポケモンのカラーなんじゃないか。それはそれでなんか罪悪感があるね。でも、タンパク質は大事だぜ。それを考えるとポケモンの世界って食料問題どうなってるんだろうね。まあ、本穀物とか野菜系はどうにかなるとして、問題は肉類だよな。最近は大豆ミートとかの食べ物もあるくらいだからどうにかなるんじゃないかな。最近ってほどでもないがな。魚料理もそんなないよね。いや、アニメではコイキングのステーキみたいなのあったぞ。そんなのあったね。思い出した。少し気分悪くなったわ。でもあの話って最終的にコイキングギャラドスに進化してたよな。あれは因果応報だと思うよ。最後に大事なことを一つ。閉じ込めたいポケモンより大きな泡を作ること。小さかったらただの泡攻撃でしかないしね。お説明終わったな。これでポケモンアシスト水の説明はおしまいじゃ。では銀子くんフォルシテに急ごう。結構説明長くなっちゃったけど、ここからは比較的説明みたいなことはそんなないはず。
あ、レンジャーさん。すぐそこに大きな藁の束が落ちていて道を塞いじゃってるんだ。僕の力じゃどうにもならなくって。藁は燃やしてやればいいね。それか若干の隙間から抜けれそうだよな。あんなん行動に落ちっぱなしにするなってなるよね。そんな困ったことあったか？ないね。とりあえずアチャモをキャプチャしてきた。すぐ近くにいたな。こういうものを燃やすのって大丈夫なのかな。山火事にはなりかねないよな。すぐに水炎が消火でもしてくれるんじゃないかな。それから考えるとポケモンの世の中的に役に立つのは水炎とかになるのかな。いや、アチャモは調理現場とかで助かりそうだ。火を起こしたりガスいらずでちょうどいいんじゃないか。確かに。なんだかんだノーマルタイプポケモンとかちょっと気になるな。コラッチャとか。そうだな。多分ポケモンもそんなつもりで言ってないよ。お前が最初に聞いたんだろ。そういえばそうだった。ピチューをとりあえず1匹キャプチャしておくと後々助かるんだよね。ピチューも能力でか。うん、スタイラーのバッテリーが少ない時に回復できるからね。ちょうどスタイラーのレベルが上がったね。スタイラーのレベルが上がるとスタイラーのエネルギーゲージとキャプチャの距離が伸びる。実はともかくキャプチャラインが伸びるのはどうなんだ。私的には伸びすぎるのはダメージを受ける最大の原因になりかねないかな。道を間違えないように先輩もレンジャーが配置されてるな。昔は結構な距離を歩いて遠出とかしてたけど今はそういう運動的なことする。まあ昔は遠足とかいろいろ運動する機会があったもんな。運動といえば仕事時代は工場内を重たい刃物を肩に担いで歩き回ってた。重たいって？もう覚えてないけど 3,4 キロだったと思う。重。それが1個だけじゃなくて何個も往復してたからね。そのうち肩が上がらなくなっちゃって大変だった。馬な倒木じゃな。さっきの藁の束のようにやすやすとは燃えんだろう。さあ銀子くん、どうする？あの倒木は火属性ダメージが3つついてるから、それを出せるポケモンを見つけなきゃだね。すぐ見つかったな。若者もだね。ここに来てちょっとマイナンの力借りてみようかな。マイナンの能力は相手を麻痺させて動きを止めるだったな。さすがにタイプ1とかはあると思うけど、若者もくらいならちゃんと効くと思うよ。ちゃんと効いてるな。これ楽でいいね。多分裏でやってる時は特にマイナンの力借りる。わが名なんだろうな。キノコじゃないのかな。この時代の若者もってそんなにこの右系の技を覚えてた記憶がない。火炎放射とか覚えてたんじゃないか。でもここまで来たらもう一息だね。行き場所は右だね。ちなみに左に行くと、ちなみにリングタウンは最初の街だな。ちなみにプレイ中は完全に自分の元いた街の名前を忘れてたね。こんな感じで一方通行で戻るのがすごく面倒くさい。ここまで来ればあと一息じゃ。なんだか楽すぎるミッションだったかもしれんな。すごいフラグみたいなことを言うな。まあ、よくある話だよね。フラグになりうる一言は、まあ、予定通りちゃっちゃと掘るしていこうか。本当にただの一本道だったな。世の中の人はああいうところを道中面白おかしく会話するんだろうけどね。残念ながらそんな力量は私にないからカットね。釣れてますか？って聞いてくれよ。釣れてる時に限って誰も聞いてくれないんだよな。目の前にあんな量のコイキングは嫌だな。できれば逃がしてやりたい。そしてこっちじゃなかった。逆方向だったね。本気でカーナビ欲しくなるな。それよりはとりあえずマップがちゃんとしたのが欲しい。ダブトリオだね。リブだってさ、体調どうなってんだろうな。おお、珍しいダブトリオじゃないか。実は地中部分は化け物の体だったりして。ダブトリオのやつは塩水逃げおった。なんて失礼なダブトリオじゃ。普通に危ないやつ。おい銀子くん、聞こえるか。危機一髪じゃったがわしは大丈夫じゃ。とにかくこちらに来てくれないとどうにもならん。わしはここで待っておるぞ。とりあえず博士の元に行くにはどこか横道を見つけていくしかないね。横道って？パッと見この岩は壊せるだろうけど、隣の落石は壊せないからそこ以外には、この木の柵を壊せるポケモンを連れてこなきゃね。ガラスの能力はやいぎりかな？それが使えるとあの木の柵は壊せるね。
パラスもアニメのポケモンに登場してたよね。あのパラスはとにかく打たれ弱かったな。あの話のロケット弾は好きだったね。パラスに勝たせるために武蔵と小次郎の手持ちのポケモンに青蝶をさせるナースね。ただパラスの攻撃はすごい優しい攻撃だったのが良かったね。コイルは必要か？まあ、スタイラーの充電に欲しいかな。今はピチューしかいないからね。あとできる限り図鑑を埋めたりしたいし。博士待っててください。いろいろと見つけて満足したら回ったら迎えに行きますから。そっか、仲間にできるポケモンの数が4匹までだから、まあそのうち増えるだろ。というわけ次回はフラグを立てた博士を見つけるよ。ご視聴ありがとうございました。お、イベントだ、ちょうどいいね。なんか初めて聞く BGM が流れてきたな。葉っぱ火星。